2017年9月4日、英王室がウィリアム王子の妻、キャサリン妃が第3子を妊娠したと発表したザ・デューク&ダッチェス of Cambridge are very pleased to announce that on the Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com the charge 1 rm Kensington Palace at mark Kensington Royal 2017年9月4日この日、夕飯の片付けを終えて、時間を確認しようとスマホを手に取ると、このニュース速報が目に飛び込んできて、思わず、うおぉ。と声が出た海外セレブウォッチャーとして、お気に入りのハリウッド俳優から、ミュージシャン、モデルなどの動向を日々追っていて、誰と誰が結婚しただの、誰が誰に喧嘩を売っただの、ゴシップチェックに余念がないが、その中でも特に好きなのがセレブの子供たち。二世ネタだこの頃だと、独身貴族で名高かった俳優のジョージ・クルーニーがついにパパになったとか、マドンナがアフリカから養子を迎え入れたとか、歌手のビヨンセが生まれたばかりの赤ちゃんとの写真を公開したとか、そんなニュースをホクホクと眺めている王室。皇室ネタにももちろん目がなく、ニュースの見出しを見つけるとほぼ 100% の確率でクリックしてしまう。